はい、皆さんこんにちは、フラワーティストシンです。今日は皆様に N フラワーの通信講座についてお話をしたいと思います。 N フラワーの通信講座は今3つに大きく分けると3つに分かれています。です5段階評価のもう完全な添削を、もう完全な添削というか、もうこのね、評価点がちゃんとついて直す場所とか、その今の段階が5段階のうちここはいくつですよとかって点数がちゃんとついていくのが通信講座ですね。これは、ディプロマまで取ることができます。この通信講座というのはフラワーアレンジメントも花束もあります。そしてそれがもうちょっとこうライトになった感じの花束フラワーアレンジメント単発通信講座というのがあります。単発通信講座はその評価とかをつけなくて、ここを直した方がいいですよとかっていうアドバイスを一度お送りしています、はい。そういうものですね。でその次にもう一つ、その要するに花材を自分でチョイスして自分で、買ってきたもの、花材でアレンジ、花束を作ったものを僕が添削をするという講座です。はい。で、上の通信講座、単発通信講座に関しては、上というか最初に言った通信講座、単発通信講座に関しては、花材は本部からお送りします。で、送ったもので作ります。動画を見てね、作ります。で、こちらの通信講座に関しては自分で花材を、選んで受けるので、本部から花材は送りません。まずここが大きな違いですね。でね、この通信講座を選ぶ方はなんか2パターンいらっしゃいます。例えば本部から花材が送れない地域というのがありますね。沖縄、そして冬の北海道、海外、こういう方で、例えばフラワー TV の動画を見て同じような花材を揃えてやるパターン、それから全くその動画は関係なく自分が作ったものを僕が添削していくパターンですね。でこの全く関係なくという部分では、この講座は実はすごく力がつく講座で、自分で花材をチョイスするっていうことになりますね。一から。その花材をチョイスするって結構フラワーアレンジメント花束を作る上では重要で、それをねやっぱり身につけるととてもいいんですね。なのでここの講座って実は単発通信講座、フラワーアレンジメント通信講座併用してもいいと思います。すごく力がつく講座です。でこの講座は3パターンに分かれていて、段階がありますね。一番下がライト、次がスタンダード、次プレミアム、このように3段階に分かれています。何が違うかというと、ライトは月1回添削を受けることができるコースですね。でこれね、全部、先にちょっと言い忘れましたけど、この講座に関しては全部、月額定額制になっていて、ライトが2,000円、レギュラーが5,000円、プレミアムはこれね、後でお話しますけど、ちょっと今金額が決まってません。でライトは月1回添削を受けることができて、レギュラーは月3回添削を受けることができます。でその上のプレミアムというのはなぜ金額が決まってないかというと、これ無制限なんですね。なので最初にお話し合いをして、それぞれねもう目指すとこが違うんで、話し合いをしてどういう風になりたいか、何を目指したいかっていうところで金額が変わってきます。その代わりこれはもう添削無制限となります。このような3パターンの講座が通信講座にはあります。なので自分のこうやりたい、目指したいものを、見極めて、ぜひ受講をしてみてください。もうはっきり言ってものすごく力がつきます。もちろんね、やっぱ通学も、 N フラワーは通学もあります。全国通学ありますけれども、その通学にね
こうどうしてもこう来れないっていう方はねいらっしゃるんです。やっぱり何でしょうね、時間的なものが大きいですよね。それから例えば今介護で家から出られないとか、お子様が小さくて家から出られないとか、まあ、いろんな理由はやっぱりあるんですよ。まあ、このね通信コース始めて僕ねいろいろ分かりました。本当にいろんな理由があるんです。なので何時でも自由な時間に受けられる通信講座というのができました。はい、まあね僕ちょっと説明下手なんでどこまで伝わってるかわからないんですけれども、わからない方は、ぜひね LINE アット N フラワーの LINE アットか nflowerdesign@gmail.com、まあ、下のリンクに書いておきますけれども、にお問い合わせをください。そしたら、どこのコースを受けたらいいのかっていうのも、アドバイスができると思います。はい、ではですね、ぜひこう皆さんで上を目指す上を目指すというか上手くなることを目指した本当に優れた講座だと思いますのでぜひ受講してみてください。ではお問い合わせお待ちしております。またお会いしましょう。See you next time.